本日のボスラッシュはもう皆さん愛しのエイドワンチューレンさんでございます。ということでね、えー、と今回はどんな風にやっていくかっていうと普通にやります僕うまいプレイできまーしょ。 まあ、結局ね、楽しめたらいいかなと思うんですけど、今見たみんな、こうさ、プルン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 触れてたよね。まあ、本当はね、エーダニーさんとかね、あのビッキニ姿とかでやるとかさ、そういうのが楽しかったりもするんですけど、まあ、そんな贅沢も言ってられないんですよね。ということで、えっと、そうな、やっぱりね、なんかね、やっぱパソコン、ちょっとおかしくなった原因っていうのがもっとあるかもしれないですよね。前回のパソコンとかでね。ということなので、まあ、今回はあのパソコンの寿命を長く長く持たせていくっていうことで、おおプルンプルンしてる。<laughs> もう、マシュバロちゃんにお目目がパッチリですね。はーい、ということで、いきましょう。おおちぉんちん、えー、��まり。 まあ、ッっ抗縛りよりマシかなということで、えっとさあ、ズッキュンズッキュンズてキュンさあ、生きて会おうぜ、アディオス、アディラスということですね。アディラスのライバル企業はアディラスあの、なんとかシックスとはさすがに言えないかなと思いますんで、えっと、とりあえず、まあ、今から、あの、華麗なる一族の技をお見せしつつ、バラーン 甘いまあこの間ね一切合切手を出してこないっていうこいつもね何だっけこれなあのちょっと名前忘れちゃったからあの石原義蔵でいいやえっと石原義蔵がですねゆ造でもないっていうねそんなことを言いながら腹筋を使って起き上がりランドセル発射準備オーい これがあれだよね、一瞬何が起こったのかわかんないけどあーーそうか、私もハシカの注射を打ってなかったわねっていうことなんで、普通にまずは戦いましょうまあ一対一の戦いだからね、そんなことは気にしてらんないですよあれああち,ょち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 ょさあこれでどこまでお前もういやーいきなり盛り上がってるあれちょっと待って視界に影響が与えられるっていうことなんですけどちょちょちょっと待って、ちょちょちょっと待ってあれどこ行った本人が 本人現れるドーンあっやっぱ強えんだなこれななるほどなはいということで一発目のボスはおしまいでブスエイダちゃんは美人でボスでは次のボスでお会いしましょうあ,あ一度倒 バイが揺れバイバイたまらんバイバイよーおーいいですねやっぱチャイナドレスいいさあでもね個人的には思うんですよ背中がパックリよりもお胸の方がパックリしててくれたらなんともなんとも嬉しいので仕方がないんですけどそんなことを言っている余裕があるんだったらさっさとまともに戦いなさいよというお叱りを受けているそこの私 あ、俺かということで、えっと、第2戦やっていきましょうか。まあ、普通に戦ったら、なんとか普通に勝てるんじゃないかなと思ってるんですけど、実は難易度がプロフェッショナルっていうところで、ちょっとね、あの他のやつはね、ノーマルとかスタンダードとかね、あの普通とかね、あの微妙とかっていうところの難易度をやってるんだけど、まあ、なぜかこいつに関してはですね、プロフェッショナルやってるからさ、どこまでの体力か、ああ、チ,チチチチのピッピッ,ピッ。ピまあ、でもやっぱりねあの、いろいろとね、こうボスを紹介していくっていうのがコンセプトのこの作品なんでございますから、邪魔。 消えろ無罪苦しいさあこいこいペドローマシンガハンドガンすん一瞬で前をよけてくるまあこのねエイダちゃんの作品の中でもねこうオリジナルキックっていうのは気持ちいいカカトで蹴られたらたまるないちきしょうの男全員が大トッマパニックトレードさあ行こうパイスパニャビー,ブイー 爆発したらヒューンと大きくなって散らかしてどっちからでもやってくるがいいわおうちの中には入ることのできないのでせかっきんがプレーカッキんをするところがよけちっちっちっちの。 行くぜメリーなんか後ろから変態紳士君がうしていたけどでもそんなことは関係ないどん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 色濃くなってゆくアー,ーチューローチュードアーチゴヒローミガモパニックとってなんかすごいコントローラーがうまく操作することができないんだけどこれはッチーも関係ねえからあーちょっとキー逃げろっピすスイー後ろに避けたのがお前の運のつきお月様に変わって私がうつおつきさんペ んー逃げろ逃げろ、ちょ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 待って、ひるんでるひるんでる、その距離から爆発してからのうっサイナル、えい首キック、終わりだ。まだまだ生きているか、さすがプロフェッショナルだがさっきまであんなにたくさんの分身術を出してきて、えーしいそれでいいのか、たった3体じゃ私のことをぶちかますことはできないぜ、ということでこれでお別れ寂しい お付き合いんんまだまだじゃあ後ほどまたお会いしようぜ美しい背中綺麗ですりでは次のボス戦でお会いしましょう あすっかり大嵐夜になってしまった、雨に、美少のぐい美女でございます。残念ながら、この衣装だったら、透けることがないっていうところが残念なところであるんですけれど、ね、やっぱりでもね、あのピットッットの服になってくると、それだけ体のボディーラインが、ボッュッキュッキュッキュッってなってくるところもあるし、ボイン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 ,ボインってなるところもあれば、 まあねやっぱラインとあとねあの張り付くことによってより体の動きが繊細に繊細になってくるということに期待しながらきたねえやつがやってきたなおめえさ体の作りがまずどうなってんだよもう雑魚が高すぎんだろエアマイディアンスねさあくるっと振り返ってべっちょべちょのドロドロになりながらプルンプルするところプルンプルするんですよねそしてなぜお前は巨乳化したんだエイダちゃん小ぶりのおっぱいがなかなかの魅力的なレベッカサイドの女子からったのになまあ多分レベッカちゃんも RE シリーズでもしリメイクすることがあったとしたらとおそらく恐竜が開いたんだ君。えー じゃあ、プレゼント。はい、さよなら。おしまい。さあ、ということでございます。ところで、バイオ RE0 が、果たして発売されるかっていうと、もうそもそもあでも RE0 はあるかもしれない。だってさ、1はさ、ゲームキューブとかでさ、リメイクされてるけど、0自体はリメイクじゃなくて、あれが一発目の作品だったもんね。だって、バイオ4もはさ、一発目の作品で出てきてるっていうところだから、普通に考えれば、立体起動装置で、サーシャーお腹に銃を撃たれて死んだ女の子 半沿いは燃え尽きて剥げて死んでいった。だがその勇姿、鹿と見届けたでございます。お前のことは夜明けになるまでにさあぶち込んでやろうじゃねえか。たまたま一個プレゼントをドッカン。昔はきっと玉も一パック三百円を超えていたところ、皆様農家様、酪農家様、そして養鶏場の皆様の努力のおかげで。 ギルギ百ル198円ただし税抜き税込みにしたらちょっと痛いですがそんなことを気にして爆発させて弾を全部入れなきゃいけないというそういうオチになっているんですがさあ一撃必殺で切り込んだらおしまいなんというダメージ調整のお上手なことだったんでしょうグハー。 いいですねさあ村のごスをボッコボコにしわき上げることができたということでございますんで私そろそろけそうに向かってまいりたいと思いますさあ暴れるんじゃねえぞあなたの時間はおしまいですねえ花火うんじゃあ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 じゃゃあじ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 あ ルルルル,ルーということで、早速 NEXT ACTION IS。あコープつけてなかったから、ちょっとめんどくせえな。えーっと、どうしよっかな。じゃあ、もう爆発物、陳列剤でさっさと、お前を俺はボスとは認めんっていう感じで、どんどんやっていこうか。でもね、一応ね。 え何かあったような気がするんですけどきっと気のせいでしょう ああ真のボスといっても過言ではないペーサンタちゃんとイチャイチャしてこようかねさっきはなんともあっけからんとした感じのあれだったのでちょっとここはね歯応え手応え噛み応えのあるボス戦を期待したいところですねさあにしてもかわいいですねたちゃんのね,でねすごいプルプルしてるんですよねどこかとは言わないですどこかとは言わないんだけれどもたわわに実った果実ちゃんたちがですねあのメロンとスイカのコラボレーションということでまあ赤 色だだからまあなんだろうドラゴンフルーツってところ急にサイズ感が小さくなったんだけどもそんなことは気にしないでも相変わらずのねなんかのエルヒガンっていう時とかもいいこいつの時でも,もいいさ、あのー、そのここのままぐる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 待っててなんでそんなに泥まみれにならないでさ一切がさ汚れがつかないそういうコーティングになってるのってそんな服があるんだったとしたらさもう洗濯いいやつだからまあ匂いは大衆つくかもしれないからあれなんだけどさに匂、まあ、いがつかない無臭だってあるならばもう汚れない臭くならない最強のねあれだからさ まあ、ということで、早速だけど、なぜか出てきたイグアナドン貴様などは、さっさとポニョン出してやろうじゃねえか。俺のカルノタウルスんばりの爆発物を食らう。あ、いいです。おめえもキュ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 ッ鳴いてやがんな。ドゥラ。やあ、尻尾。おい、爆発してくれているおかげで、俺はいさくらなんかすげえ尻尾がなんかあれなんだね。ということで、ほいー。ほいー。 やっぱ爆発は弱いようですね。おらおらおら,おら端っこに追い込んでやる端っこに追い込んでやるぜ。さあ行こうか弾丸の雨だ。おら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 ,おら。やべ死なね。ふいならば行こうか。ででででで。でででで OK! 終了こいつも手応え、歯応え、噛み応えは一切なかったらどうせならホルモンみたいに噛んでも噛んでも噛み切れないくらいの硬さで来てくれたらありがたかったんだけどと思うじゃんホルモンは噛み切れないもんなんでございますよ本当にね。いつ飲み込んでいいかがわからないものベスト3には入るようなやつかもしれないね。ちなみにベスト1、ベスト2は今は全然思い浮かびません。さあ行こうか。ここで握りつぶさないでね。 じゃあ次のステージ行きましょうか。お嬢ちゃん、二次会はどこがエディアンスか、ラウンジか、それとも、俺の部屋で、キャッキャイチャイチャするかギルティーサークル、へようこそ復讐タイムです。一方的に、馬まりになって腰を振られて勝手に果てさせられましたから、今度はバッカらついてやろうじゃねえかっていうオちなのかもしれないが、そんなことはお構いなしに、お前をもう一度う、呼吸してやろうじゃねえか、行って こんななんか急にしたからうにゅうにゅうしてくるんだったっけよいしょ。でさあ、来いこさあ、来い。スナイパーのないこいつなど怖くないのですって自分で言うかって話なんで、おら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 。潜っていくか、ラスト一発と思うけど、ほい、爆発さあ、倒れた。倒れたところ、ダダ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 ダ よいしょお目玉ウルトラマンサイズでっくりたまげておめめがパッチリ一とと二人の男ですそういえばなんかさ噂噂でっていうか誰から聞いたか忘れちゃったんだけどさなんかおらおらおらウウ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 うウウ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 ウうウウ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 ウ 今から俺の俺の熱くて面白い話を全然面白くないんだけど、なんか二人の人は肩を凝るけど、一人の人はなんか肩を凝らないって、なんかそれはどんな神経のつながり方なのか、そういうあの骨格の作りになるのか、それともなんか、あの 一重の人はあのやっぱりお目目ぱっちり度がなかなか難しい、まあ、僕も一重と二重右目が二重で左目が一重というねあの一番不細工にカメラに映ってしまうという現象になるんだけどだったらもう両方ともいつのこと二重にしてくれよ一重にしてくれよっていうことなんだけど、まあ、そんなことを言いながらですね是非一重の人はですねあ自分肩こりないっすっていうねコメントをぜひ打っていただけたらなと思うので今のところあの,あの噂によると15人程度の,あの検証結果ではそうなっているっていうことを聞いているということではいしょうもない次いきましょう。 さあ、いよいよ、バイオアリーフォーモラスボス戦に入ってまいりまっちょ、まっちょ、まっちょ、ベリーマッチョ、ゴリッゴリのハゲ頭、ボールディモートが私の弱点、もう日本語が全くもって、 なっていないところなんだけれどもそんなクレームは一切受け付けないよとりあえずボスさえ紹介することができれば何のこっちゃないんだけれどもこいつはなんとなく。<laughs> 五老星の,あのタランチュラになる感じのおじさん直がするようにハゲ頭だし、あでもヒゲがないこととあとちょっと若干ぽっちゃりでないことがまあいろいろと問題点があるのかもしれないけれどもとりあえず共通点ハゲ茶瓶というところだけを許したれっていうところでございますね。さあこっちを見てニコニコしているところでウニうにょうしておりますがそんなことは全くもって関係ないからとりあえずこっちは容赦なく爆発物でおらおらおらお,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 らお前行け おとなしく爆発しとけっちゅうのちょっと待って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 おとなしく爆発しろやばい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 お前を俺の処理してやろうかーってこっでもねちょっとねさすがにねちょっとねあセンスがないです全くもってセンスがないですあおめえそんな結構強かったんだなさしておもんなしどっちかってうのそのハゲ頭いくらパリカンでそろが二度と生えてこないようない強い あれこいつ爆発物陳列剤効かないもしかしてちょっと待って回復薬が足りない気がしてきたけどほいほいやばいやばいやばロゲ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 ロギロギロギロはいグゼイお目玉まそうだいクラッシャーせいせいせい,せいあーちょっっっ待待待て待て待て待って自分がその爆発物に食らっているやばいややばいやばいい閃光弾を投げたのに射光フラッシュしてないからあーちょーほいもうちょ痛い おじさん張り切っちゃダメだって張り切りおじさん死ぬ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 しなるほど冥府こそ見つかわしいという言葉は私が殺された時におめえ容赦なくふりかけしてくる言葉なんだなご飯にだけやっとけゅ振ふりかけなんて誰がそうめんラーメン僕つけ麺だこの野郎 さあ、じゃあ、もう爆発物陳列剤の時間は終わりだ。お前に容赦なく、あこっからめんどくせえな。行くぜ、リアルを届けよ。ええー、ちょっと待って、カッポしてくる。容赦なくカッポしてくる。お前など距離を開ければ怖くなる。えー、ちょっと待って、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 おかしい、おかしい、おかしい。近いー。危ないー。ほら、暗い。無益だと。 無益無益なりって何だったっけ？あいつえっ、ー、と？ういやばいー。爆発してるって言ってばっやろ？またゲロ親父かあ違う違う。シャあはまない。なぜなぜだリロードしている最中だったかあ。やばいやばい。あと秒,秒でこっちに飛んでくる。飛んでくる説。説あーま甘い,い。冷静にあ対処すればお前など怖い。めっちゃ怖い。 ういそんな張り切るなっておじいちゃんがよおめえい,くいくつだもう78とかそんなんだろうんほいーよいしょいやめたかプッチンゲッチュえいといいくんかいおじいちゃんあれだね年の割にあれなんだねボッキングなんだねあ違う違う落ち着けそうだそうだ京都へ行こう

自分のことも管理することができない野郎が秘書ごときに任せようというなんてお前生ぬるいわ発射準備おイはいしゃがみ残念でしたあれこいつ本当に食らわねえな顔面ショットガンなるずっといい仕方ないお前が一撃必殺で来るのならば私は弾数でいこうじゃないかタタ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 タこれってさこうしてたら食らわないとかあるのかな 普通に食らうなるほどじゃあはしっはしころんリーウェイ行かなきゃいけないことですねオラ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 はい行きましょう終わったい1回殺されたから一回殺すっていうこのやり返し仕返し行こうじゃねえかつぶれキングやつはどこに行ったそうです私がニコニコオラです YouTube への裏切り。そんなことはしないですけどね。ということで RE4SeparateWays ーーボス連戦以上の極みでございます。中わけでございますのでまた次のゲームのボス集やるのかなちょっとやるのかどうかわかんないけど、はい。頑張ってやると思います。はい。うちね、頑張ったよ。一回死んだけど。 なんかそれも面白いじゃんっていうことでチャンネル登録グッドボタン押していただけたらさうわーおじいちゃんの最後の抵抗何が何でも交わりたいんですねもう卑猥なんだよな入れたまずお口からっていうことですね